竹井さんのように思った通り体を動かせるようになるには関節がどのように動くか、どの位置が正しいのか、どのような体勢でも関節が維持できるかから理解すべきと、機能解剖学を学んでいます。学ぶ方向性が正しいのか、ここをどのような意識をしてどのような学問について学べばいいかご助言いただければ幸いでした。まあ、関節がどうとか位置が正しいとかっていうのはもう1ページ目、それができなかったらもうスポーツなんて絵空ごと、はい、関節を思い通りに動かせないなんてのはもうスポーツ以前の問題じゃないですか。その形ができないってわけですから。ということは成功する率は非常に下がるってことなんですよ。あと、まあ、勉強した方がいいのはエネルギーのことですね。なんか物が動くってことはどういうことなのかっていう、質量のある物体が移動するとか、自分の体を使って移動させるとか、そういったことっていうのはどういうエネルギーの要件が満たされればいいのか、はい、そういう科学的なことって物理的なことを勉強したらいいと思います。それが体の形に加わって初めて運動なので、そのあたりを基礎から勉強していくのがいいんじゃないですかね。はい、僕は一番最初は質量っていうものを最初に調べたところから始まりましたけど、まあ、すごい楽しかったです。そこから質量、重さって何なんだ、質量って何だっていう、はい、なんか物の中にある、まあ、言ったら簡単に言うと一つのものの中にどれぐらいのものがどれぐらいの密度であるのかっていうこととかからスタートするんですけど、まあ、鉄がなぜ重くて同じ形の発泡スチロールはなぜ軽いのかっていう、その理由はっていう、まあ、結合してるその分子とかの問題なんですけど、はい、質量とか勉強し始めて、でエネルギーにそこからこう入っていくと楽しい勉強ができるんじゃないかなと思いますよ。そのあたりは本当によく理解できてないと、運動なんてただのその本当のことを無視してきっとこうだと思ってることをがむしゃらにやってるっていうだけのただの遊びになっちゃうんで、本当に運動を理解したかったら本当に世の中の、まあ、断りですよね、ものの断り、当たり前のことっていうのを当たり前に理解して、それに対して当たり前の対処をするっていうことが正解なんで、だから体幹がどうだの、バランスがどうだのとか、なんかそのわけのわからないトレーニング用語に騙されずに、トレーニングで使ってるな、なんだなんとか運動だったりとか、なんたらかんたらとかって理論だったりとかっていうのは、そういった本当のことを引っこ抜いて枝だけ置いてあるみたいなもんなんで、だから本当に運動をするって、物体が運動するっていうことに関して、きちんとスポーツとかトレーニングとかっていうこと以前の正しいことっていうのを勉強しなかったら一生偶然なんで、上手くなるのも体が強くなるのも、だからそれはやっぱり10年かかると思いますわ。みんなそれやってるから、みんなそれ比べ、それの頑張り比べでスポーツやってるわけだから、だからそれは俺が優秀だとかってことじゃなくて、それをずっと続けるのが苦しいのよ、俺は。みんなと我慢比べをずっとやらなきゃいけないっていう、もう特に陸上なんてさ、そういう本当のことが分かってなくて、ただ陸上を渡されたメニューで努力することなんてさ、ただの我慢比べじゃん。いっぱい速く走って、もうすごい我慢していっぱいウェイトして体強くなった分だけしか速くならないんだったら、もうただの我慢比べじゃん。そんなのさ、陸上みたいな単純な競技で本当にさ、それをやってたらマジで10年かかんのよ。だって15年ぐらいかけてそれを磨いたチャンピオンが日本に必ず一人いるんだから、要は中学ぐらいからもう卓越した技術を持って、それを10年ぐらいかけて社会人の上の方になるまでずっと磨いてる熟練者がもういて、素人の始める、一番最初に始める自分は一番ど素人で一番物事も知らずに陸上の技術も知らずに始めるのに、この一番卓越した人を追い抜かなきゃいけないっていう、こんなハンデ戦ないじゃん。わかる？陸上なんてずっとハンデ戦なんだよ。全員自分より先輩なんだから、始めるときは。そいつらを全員追い抜かなきゃいけないのに、そいつらと同じ練習の始め方したら、マジで
15年かかってやっとこいつがいなくなって次の世代だからさ、そんなことのなんていうの、前がこう車詰まってる渋滞の中のレースみたいなのに入り込むみたいなことは一切考えなかったね。だからいかにこいつらが通ってる道の横のバイパスみたいなところに入って全員ごぼう抜きして、かもしくはぐわーってこう外環道みたいなのがこうあるとしたら真ん中にトンネル掘ってスコンってこう俺だけここに早くたどり着くみたいにするか、そういうことしか考えてなかったんで、よく考えた方がいいですよ、スポーツをやるんだったら。人生無駄になりますよ本当に。